さあ、この時間からは牛ラジ沖縄からは牛へをお送りします。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾より収録放送をお届け中です。この番組は吉本興業に所属している漫才師和牛さんのファンである私小春がぎゅーっと和牛さんについて語る和牛さん応援番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。またスマホの場合はアプリリッスンラジオでリアルタイムで聞くことができます。音楽も一緒に聴けるのでそちらからもぜひお楽しみください。また YouTube の方でもですね公開されます。ぜひそちらも見ていただけると嬉しいなと思います。検索はですね FM 宜野湾牛ラジ、はい、と検索しますと出てくると思うのでよければそちらもお願いいたします。さあということで本日は2月27日土曜日になっていますかね。日付変わって2月27日土曜日の深夜1時を回っているところかと思いますけれども、本日収録室がですねいつもよりもちょっと違う感じでやっていて、さらになんかなんだろうな、違和感というか、ようやく最近この生放送でない収録放送に慣れてきたところだったんですが、いつにも増して収録部屋がちょっと変わるだけでなんかこうそわそわしてしまう自分がいますね。なかなかやっぱりいつもいる場所以外のところでやることになると変な感じがしますけれども、またね今週はちょっとバタバタしていまして、収録も、まあ、いつも固定で月曜日っていう風にさせてもらっているんですが、もう月曜日にできなくてですね、今日この収録している日は2月24日の木曜日となっております。ギリギリっていう、はい、まあまあそんな私の、はい、お話はもう置いといて、ここまでにしておいて、今日もですねメールの方から先に紹介していきたいなと思います。2月は最後の放送になるのね今日ね。はい、さささということで、ご紹介しましょう。小春ちゃん、皆さんこんばんは。ぷぷぷカプボイです。千葉な子牛さん、鼻から牛乳ってカモンタツオかチャラリーン、鼻から牛乳の人ねはい、朝和牛さんの漫才聞いたよ。今のところ服屋の店員が嫌い苦手と、旅館のおかみさんのやつと、川西さんの頑張ります言うてやっておりますがに噛みついたやつと聞いたんだけど、頑張りますのが面白かった、一番面白かった、爆笑服屋の店員が嫌いはあそこに柳原かな子さんが突っ込んだら面白くなりそうっていう、あらあらあら、確かにそうですね、懐かしい柳原かな子さん、はあ、なんかめちゃくちゃこの服屋のねちょっとこうちょっと腹立つネタをされてましたね。レッドカーペットとかが確かすっごい大ブームだった時期じゃないでしょうか、覚えてます、懐かしい。確かにコラボとかしてみたら面白そう。でもそうなったら水田くんはどの役になるんだ。水田くんにプラスアルファで柳原かな子さんが加わるって感じ。川西さんがめっちゃ大変なことになりそうですね一人で抱え込めないでしょうねいやでも川西さんのまあまあまあツッコミの力量、まあ、こんな私が上から目線で言うことではないですが、はい、まあまあそうなっても面白そうだなっていうには思いました。なんかカップボーイさんはつなげていくのが上手ですよね。結構このブラックマヨネーズさんとのコラボとか面白そうじゃないっていうことをこの牛ラジの方でも、はい、おっしゃってくれているんですけれども、はい、ありがとうございます。カプボーイさん嬉しかったな。カプボーイさんがこの前ですね
ちらっとこう局の方に、はい、顔を覗かせに来てくれていまして、その時にこの和牛さんの漫才見るねっていう話をしてくださったんですよ。それから本当にこうやって見てくださって、はい、一番好きなのはこれだなっていうお話も聞けてとっても嬉しい限りですね。このさ、頑張ります言ってやっておりますがに噛みつくやつっていうやつねカプボーイさんがおっしゃっていた、これがね、和牛さん、LINE スタンプにもなっていまして、まあ、吉本興業さんが、まあ、いろんな芸人さん所属されている芸人さんのスタンプも提供しているんですが、その中に和牛さんもいて、私ももちろん愛用させてもらってるんですが、このスタンプにもあります、この頑張っていきましょう言うてやっておりますがっていう、このちょっと一部のセリフというか、これもスタンプの一つになっておりますよそうだから私たまに頑張ろうっていう時にこのスタンプをあえて送ったりしてます。和牛さんのさ、このスタンプってさ、お二人の声も聞こえるようなスタンプだから、タップしたら声が、二人の声も聞けるっていう、はい、すっごいありがたい、はい、スタンプになっていまして、そんな感じでなんか遊ばせてもらっています。このね、ネタ、私シンプルにこれを漫才のネタにできるのがすごいなって思うんですよね。なんか皆さん普通に最初登場してつかみというか、やっぱそれぞれあるじゃないですか、はいどうも〇〇です最近ねっていう、なんかちょっとなんかつかみ入り口って結構いろんなこの芸人さんたちコンビさんたちってそこにもすごく特徴というか個性が現れているんじゃないかなって思うんですけど、だからこれを頑張っていきましょうってね言う漫才師さんたちも結構いる中で、この部分をそのままこうネタとして引っ張っていくっていうところがやっぱりすごいなって感心させられますね。これさ、すごいんですよね。なんかもう普通にシンプルに川西さんは、じゃあまあ頑張っていきましょう言ってやってますけどもっていう風に、川西さんのこのお話、自分が気になることをお話ししようとした時に水田くんがちょっと待ってみたいな、待って待ってっていう風に、で川西さんも何に対しての待ってっていう、困っちゃうんですよね。そりゃ困りますよね。でそれで水田くんが今頑張っていきましょうって言ったみたいな、この淡々とひょうひょうとした感じで言うんですよ。でそこから水田くん節がもう攻撃川西さんにじわりじわりと、はい、攻撃していく感じ。いや頑張っていきましょう言ってやってますけども言って言うんだったら、その前に頑張っていきましょうって言わないとおかしいでしょっていうそっからこうどんどん、はい、水田くんがもう自分が納得いくまで川西さんに詰め寄るっていうつかみからもうすでにね、ネタの一部になっているっていう、これすごく魅力的なまたネタですよね、こちらもねはい、っていうカプボーイさん、ありがとうございます。他にも今というか最近、まあ、見てくれたのが服屋の店員が苦手っていうやつと、旅館のおかみさんかな、で川西さんのね、頑張りましょう頑張っていきましょうっていうやつね、はい、この3つ見てくれたっていうお話でしたが、結構あれですね、もう最初からこのジャンル問わずというか、なんか見てくれたのかなっていう印象ですね。なんかやっぱり割と言い方変ですけど、私がこんな風に言うのもなんか気が引けるっていう部分はあるんですけど、なんか和牛さんの漫才ってどんなのがおすすめなのっていう風に聞かれた時に、まあ簡単に言うと初心者の方におすすめするときは、やっぱり私はだいたい彼女が出てくるネタをおすすめするんですけどね、やっぱこの彼女ネタが結構認知度はやっぱり一番高いんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、結構だから束縛のネタとか、料理、お料理のネタとか、手作り料理ね、はい、彼女が手作り料理を振る舞ってあげるっ
ていう、まあ、ネタとか牧場デートとか花火大会のネタとかドライブデート最高ですよ。あのね、テンポがめちゃくちゃ大好きです。私はもう本当にこの気持ちいいぐらい水田くんがボケをもういちいちかましてくれるんですよ。だからちょっとそこにはまたいつも通りの水田くんのネチネチ感も出てくるんですけど、でもなんかそれよりもすごくテンポよくボケをどん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 入れてくれる感じ、このスピード感がドライブデートなんかはめちゃくちゃ好きですね。はい、あとは束縛とかもそんな感じかな。うん、束縛もね、束縛面白いと思う。カープボーイさんぜひ見てみてください、束縛も。こんな彼氏大変だろうな、絶対嫌だなってすごく思えるようなそんなネタですね。はい、なので結構今回も幅広く見てくれたっていうことでですね、私も勝手に嬉しく思います。お姉と合コンもぜひ見ていただけるとカップボーイさんお気に召すんじゃないかなと思います。はい、ぜひお姉と合コン、お姉と合コンもすっごいクオリティ高いと思う。めちゃくちゃクオリティ高いと思う、本当に。はい、ぜひぜひこちらも私大好きなネタなので、あとあれだな、いやごめん、どんどん出てくるわやっぱりウェディングプランナー、ウェディングプランナーも見てほしい、ぜひぜひ。はい、ゾンビとかも、ゾンビね、好きっていう方はもう結構コアねっていう感じかなっていう風に言われてると思うんですけれども、はい、こちらもぜひ見てみてくださいね。他にも本当にもう楽しくて面白くて魅力的な漫才たくさんあるので、もうどん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 カープボーイさんも沼にはまっていったらいいと思います。なかなか地上に上がれなくなりますからね今のうちに覚悟しておいてください。そうだからさ、和牛さんのネタは ネタの、さらなる魅力何かというと、聞き流しもできるっていうところかな。まあまあ他のもちろん芸人さんのネタも聞き流しできるネタってたくさんあるとは思うんですけれども、和牛さんの何がいいかって、やっぱり水田くんと川西さんがもう声がいい、声とあとトーンといい、話し方といい、間といい、もう全てが揃っている感じがします。とっても気持ちがいい気がしますね。はい、もう本当にもう気持ちいい、リズム感とか雰囲気とか、やっぱ声がいいのって一番やっぱ大事かもしれないですね。なかなかこうすっごい川西さんも川西さんでめちゃくちゃ張り上げるツッコミっていうのもしないから、だからスーってこうとても本当に気持ちよく耳に入ってくるのかなっていうふうに思います。ちなみにさ、そんな川西さん、なんとなんとアンケート、グーアンケートだったかなの方でですね、ツッコミ、キレがいいと思うツッコミランキングで、なんとなんと今回1位に輝いてるんですよ。すごくないですか？確か、わー、最初で準備しとくべきだった。確か、サンドウィッチマンの、伊達ちゃん、伊達さん、あとあのダウンタウンさんの浜ちゃんとかをこうなんていうんですか、超えて超えての1位になっております。あ、来ました。ちょっと詳しくこちらお知らせいたしますね。グーランキング、これは2月18日金曜日に、はい、発表された、まあ、ランキングなんですけれども、グーランキングさんの方で、はい、ツッコミのキレが最高だと思うお笑いタレントランキングっていうものがありまして、これで、3位がサンドウィッチマンさんの伊達さん、そして2位が浜ちゃんで、1位が川西さんだったっていう、お二人を抑えて、
はい、小西さんがなんと1位に輝いたっていうことでございます。嬉しいよね、すごい、めちゃくちゃすごいなと思いました。はい、あ、ごめんなさい、今変な音鳴ったかも。はい、っていうランキングが出たりと、はい、最近はまたもちろんお二人でのご出演も、まあ、もちろんあるんですけれども、特になんか川西さんへのスポットライトが、まあ、お互いにやっぱりそれぞれお仕事もあるだろうから、まあ、スケジュール上そうなったっていうのも、まあ、あるとは思うんですけど、もちろんそこはでもなんか川西さんが結構スポットライト当たっているような感じがしますよね。なんかこう NHK の北京オリンピックのなんか特集での MC も代打で川西さんが抜擢されたりとか、はい、そういうお話も、お話というかことも私はもう見れなかったね。これ偶然見ていた方たちすっごいラッキーだったんじゃないかなって思います。そう、あの告知も、そういう告知もねなかったっていうお話だったらしいので、本当にたまたま NHK のその番組を見ていた方は、え、川西さんみたいな感じで驚かれたんじゃないかなっていうふうに思いますが、はい、すっごい貴重な、まあ、場面を目と心に焼き付けることができたんじゃないかなと思います。こういうのって後で聞いてすっごい悔しいんですよね。結構だから私もなんかスポーツニュースとかオリンピック関連のニュースとか、あのハイライトで見るのが好きだったりするので、あの他の番組とかではチラチラと見てたんですが、まさかまさか私が見ていないところで出られているとはっていう風に、まあ、思いました。ちょっと悔いもありましたけれども、でもやっぱりこういう風にどん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 いろんな場面でお二人が活躍されていくのがめちゃくちゃ、まあ、やっぱりファンとしても講師としても、しても改めて嬉しいなっていう風に思った出来事でございました。いやー、リアルタイムで見たかったぜ。はい、ということで、すごいね、カプボーイさんのメールからここまでお話が膨らんでまいりました。ありがとうございます。カプボーイさん、もしよければまた好きなネタ、あの見た漫才の感想でもいいのでお寄せください。よろしくお願いいたします。あら、カプボーイさんからあと1件メールあったんだ。こちらもご紹介しますね。そういえば忘れていた、確かに吉田さんと、あ、ブラックマヨネーズので和牛の水田くんって、吉田さんの方はちょっとやっぱりトゲがあって攻撃的な発言で歪んでいるけど、水田くんの方は理屈っぽくてネチネチいくのでタイプが違うから逆に面白そうなんだよなと思うっていう風に、漫才にしたら面白そうだよなっていう風に来ております。逆にだからもう吉田さんがあまりにも攻撃的すぎるから、逆に最終的に水田くんがツッコミ側に回るっていうのも見てみたい。結果水田くんがなんか普通に見えてくるみたいな。いやー、でもやっぱり前おっしゃっていた、だからそれこそお二人が真逆っていうのがあるから、真ん中に川西さんだったり、まあ、小杉さんを交代交代でこうツッコミ役を置いて、でお二人のなんかやり合いみたいなのを漫才として見るのは面白そうだなっていう風に思いましたね。二人で漫才したらどうなるんでしょうかね。ボケ同士、ツッコミ同士でさ漫才とかしたらどうなんだろうね。それもそれで見てみたいな。水田くんが突っ込んでんのも見てみたいな。なんかこんなのでもなかったっけ、和牛さん何かの企画かなんかでなかったっけ。また水田くんは突っ込み側に立ったとしても、いや、こうネチネチと理屈っぽく突っ込んでいくのかな。想像するとめちゃくちゃ楽しくなりますね。もうすっごい、あの妄想タイム、ここから妄想タイムになりそうなので、ちょっとこの辺で以上とさせていただきます。カプボーイさん2通もありがとうございます。ではでは続いて、この方からのメールご紹介します。千葉な講師の牛さん郵便。かっこ、尺の目安2分。長くね？こんばんは。先週のザ・ベストワン視聴レポート
大好きなネタをやってくれた嬉しさと興奮がビシビシ伝わってきてとても良かったです。ありがとうございます。話聞いていて自分もテンション上がりました。それもそのはず、私も服屋の店員ネタが大好きだからさ。なので先週はもう共感しまくりマジやばやばみーでピエン超えてパワーンでした。ハッシュタグ何言ってんだこいつ。お二人が徐々にヒートアップしていく様子は見ているこちらも引き込まれていきますよね。私の好きなシーンは合わせたいのありましたのところです。壊れたテープレコーダーのように淡々と川西さんを呼び続けるのがたまりません。あのね、リピートする感じね、わかる。そしてラストのビンタ、あの時の水田さんの表情もう最高。あの表情だけでご飯3杯はいけますね。おーい母さんもう一杯かっこうっせーわ。ちなみに川西さんが演じる店員さん、時々女性の店員さんにも見えてくることってないですか？ちょっとこれについて議論したいと思ったんだけど長くなってしまったので続きはまた次回に。っていうかメールで送るのもなんなので、もしよければ番組へお邪魔させてください。やっぱりメール、あ、いや、あ、そうですね、やっぱりメールのやり取りだけでは人とのつながりが感じられないからって、無理やり漫才のセリフを色込んでこなよ、もうやわ。お粗末でございました。1分半ぐらいかな。はい、ということで本日も千葉な講師節炸裂でございましたね。店員ネタが大好きだからさ。なので先週はもう共感しまくりマジやばやばみーでピエン超えてパワーンでした。ハッシュタグ何言ってんだこいつ。お二人が徐々にヒートアップしていく様子は見ているこちらも引き込まれていきますよね。私の好きなシーンは合わせたいのありましたのところです。壊れたテープレコーダーのように淡々と川西さんを呼び続けるのがたまりません。あのね、リピートする感じね、わかる。そしてラストのビンタ、あの時の水田さんの表情もう最高。あの表情だけでご飯3杯はいけますね。おーい母さんもう一杯かっこうっせーわ。ちなみに川西さんが演じる店員さん、時々女性の店員さんにも見えてくることってないですか？ちょっとこれについて議論したいと思ったんだけど長くなってしまったので続きはまた次回に。っていうかメールで送るのもなんなので、もしよければ番組へお邪魔させてください。やっぱりメール、あ、いや、あ、そうですね、やっぱりメールのやり取りだけでは人とのつながりが感じられないからって、無理やり漫才のセリフを色込んでこなよ、もうやわ。お粗末でございました。1分半ぐらいかな。はい、ということで本日も千葉な講師節炸裂でございましたね。最後もしっかり伏線回収をしてくれました。和牛さんの漫才ぬかのごとく、はい、しっかりと最後まとめてくださいましたね。服屋の店員の最後のね、このビシッと決まる感じ、この感じをメールにも、はい、入れてくれて、千葉な講師節今日も満載たっぷりでお届けしてくれておりました。ありがとうございます。愉快ですね。千葉な講師さんなんて愉快なんだ。はい、まあ、ということで千葉な講師さんも興奮しましたということで、徳屋の店員が苦手というネタ、はい、なんだろうな、川西さんが演じる店員さん、時々女性の店員さんにも見えてくることないですかっていう、はい、ことのメッセージなんですけれども、これね、分かる気がします。川西さんってやっぱり物腰が柔らかいっていうのもありますし、細かい動きがしなやかっていうところもあると思うんですね。なんかもう本当にも細かいんですけど、もうなんだろう、 指先まで、なんかすごくどこまでもしなやかだなっていうのが印象を受けるんですけれども、それがもう全て込みトータルで上品にやっぱり見える感じが、全体的に柔らかく
見えてそうさせてるんじゃないかなっていう風に勝手な分析になるんですけれども、私からはそう思い、まあ、そう感じますね。だからさ、もう川西さんがあまりにもこう柔らかい感じ、しなやかで上品な感じなので、この漫才の中にお店の詳細情報、どんなお店かとか何が置いてるのかっていう、まあ、情報ってこの漫才の中にはあんまりそこは詳しく登場していないと思うんですけど、でも川西さんのそのしなやかさのおかげで、なんかね、勝手にさ、上品な高級スーツとかを取り扱っているめちゃくちゃ質のいいお店に見えてきませんか？私はもう私のこの妄想ワールドの中でそういう風になんかもう風景が見えるというか、はい、そんな感じがしております。だからそれも含めてのこの女性に見えるっていうところ、そういうところにあるんじゃないかなって思いますけれども、千葉な講師さんいかがでしょうかね。いやー、これ千葉な講師さんのお話もめちゃくちゃ聞きたいので、先ほどメールの中にもありましたけれども、この本当にユラジの中に出演していただいて、ぜひコラボをさせていただきたいと思います。私の方からも千葉な講師さんにはもうお声かけさせてもらっているんですけれども、もう本当にね、その夢を実現させたいと思っています。30分で収まるかな、収まらないんじゃないかなっていう感じで、どん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 また来月も再来月もっていう風にね、はい、重ねていくのも面白そうだなって思っております。やっぱりめちゃくちゃ大好きなネタについて一回語り出すと全然止まらなくなるんですよね。ヒートアップしちゃうんですよ。和牛さんの漫才かのごとく、漫才かのように後半のこう畳みかけがすごいんですけど、もうそういう風になってしまうんじゃないかなと思います。やっぱり講師だけに、私たち講師なので、ちゃんと和牛さんの背中を追ってしっかり見させてもらっているのでそんな風になるんじゃないかなっていう風に思います。もうすでに楽しみでございます。はい、ということで私のちょっと見解というか分析お話しさせてもらいましたけれども、いかがでしょうかね。この和牛の川西さんの物腰の柔らかい感じ、上品な感じが出ているのが、服屋の店員が苦手っていうのも結構そうなんですけど、だからこのネタの中ですごいのはやっぱあれですよね。すっごい一発ビンタをバシッとくら、なんていうんですか、しているにもかかわらず、そして後半のこう畳みかけがすごいっていうのにもかかわらず、それでもやっぱり上品さを失わないことのところがすごいなって思うんですけれども、川西さんって時々なんだろうな、キャラが崩壊する場面がなんか番組の中、バラエティとかでもそうなんですけどとかあるんですよね。そのまたギャップを見比べてみるのもめちゃくちゃ面白いと思いますよ。ちなみに派生させて私が思ったのが、ギャル男とギャル子を見てみたいお二人の水田くんがギャル男、そして川西さんがギャル子になって、小ギャルになって漫才をしてみたい、それを見てみたいなってなんか思いました。ギャルのなんかギャルに反する漫才って確かないですよね。多分女の人、川西さんが女性になる役はめちゃくちゃ多いと思うんですけれども、まだギャルは見たことないなってなんとなく思いまして、ちゃんと水田くんとかまだめちゃくちゃ上手そうだなと思うんですよ。ねちっこいギャルをみたいな面白そうだな。勝手にそんなところまで妄想が繰り広げられました。普段ねやっぱりお上品だからさ、そうだからあえてそういうなんかギャルっぽくというかギャルを演じるのもめちゃくちゃお二人演技力もすごい、表現力も抜群なので、そこもとっても上手そうだなっていう風に思ったんですよね。いやお二人あったかな、ギャルのネタ。なんか水田くんが
っとそういうチャラい感じのなんかの番組でそういう衣装というか髪型もそんな感じにしていた記憶があるんですけど、これ何でしょうかね。ちょっとご存知の方はぜひ教えていただけたらと思います。はい、ということで千葉なこうしさんのメールでまたここまで盛り上がりましたありがとうございます。さあ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 、もう番組もですねエンディングとなってまいりました。皆さん今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。そしてメールもいつも送っていただきありがとうございます。この後1時30分からは文化放送さんで和牛のモーモーラジオ放送されます。アプリラジコからも聞けますので、ぜひ皆さん本家の方もお楽しみください。ということで、はい、来週はもう3月に突入しているわけですけれども、ぜひぜひ引き続きギュラジ聞いていただけると嬉しいなと思います。お相手は私小春でした。皆さん良い週末をお過ごしください。もうええわ。ありがとうございました。